Everyone, it's Froggy, and I'm back again with another episode of Amnesia Later. So let's keep going and find out what it is that they're discussing. やっぱそういうのは川べりだと思うわけよ。池とかはなしなんですか？貯水池とか。川が基本だと思うけどな。じゃあ去年はどこで見つけたんです？私いなかったからわかんないんですけど。あれはどこだっけ。遊歩道だよ。でもあそこ整地されちゃったからダメかもしれないね。え、そうなんですか。大雨の後に砂が詰まったとかで川の中と周りを徹底的にきれいにしたらしいよ。環境変わっちゃったから今年は期待できるかわかんないな。じゃあどうしよう。いっそ山とか行きます。いいね、山、ロッジ、キャンプ、バーベキュー。いや待って、カレーも捨てがたい。沢先輩、それ目的すり替わってる。どうせならいろいろ楽しめばいいでしょ。人数多いんだしさ。はあ、でもシンくんってこういうの嫌がらないですか。バーベキューとか嫌な顔しそう。あいつ個人主義に見えてそうでもないから付き合うと思うよ。積極的に会話に参加しないけど楽しんでる集団の中にいるのは好きなんだよ。でもまあ山は微妙かな。日帰りできないからね。ダメなんですか。君は高校生で受験生なんだから泊まりはダメ。また来年ね。トーマさん厳しい。俺は監督役だからその辺はきちんとしないと。てか別に最初から俺は優しくもないでしょ。うわ、自分で言いますか。まあでも今回は日帰りって話だったし。これ旅行か何かの話？日帰りでどこか遊びに行く予定でもあるのかな。おっと、ごめん。オーダーだよな。俺はブレンド。あ、いや、カフェオレで。二人はどうする？私、シナモンミルクティーで。今日、厨房ケントさんだよね。じゃあ、抹茶ラテ。じゃあって何ですか？ケントさん、ラテ系上手なのよ。シンくんも店長もうまいけど、その上を行くというか。ああ、なんか抹茶とミルクの配合率がどうの、温度がどうの、フォーム理論がどうの言ってたな。フォーム theory? フォーム理論? Yes, that's it. Ryan gets it. そうだ。ねえ先輩、先輩はどこに行きたいですか？え？何の話だろう。あ、そうだよね。あんたが主役なんだからさ、自分で選んじゃいなよ。主役？この子も参加する予定だったの？しかも主役って、何もわかんないよ。どうする？ Anywhere is okay. Toma, you decide. Anywhere is fine. どこでもいいって。まあまあ、急に話振られてもこいつも困るだろうしね。この近辺で見つかりそうになかったら少し遠出するけど、それはいいんだよね。遠出に備えて全員ちゃんとバイト代貯めてる？まあせいぜい片道数千円だろうけど。オッケーです。当然です。私結構真面目に貯金とかしてるんで。お前も大丈夫だよな。そのためにバイト多めに入れるって先月言ってたし。Well, now we know why we've been working 6 days in a row. え、そうなの？やけにシフトが多いなって思ってたけど、そういう理由なんだ。お出かけするのは確実としても、何か目的があるようだけど、それは何なんだろう。I don't think it's our birthday or something.
としてお疲れ様。今日もよく頑張りました。というわけで、ちょっとのんびりしながら作戦会議しようか。今日はなぜか都合よくあのお店のフルメンバーに会ったね。僕、あのメンバーは誰を信用してもいいと思うんだ。みんな君が記憶喪失だって知ったら力になってくれるよ。そういう人たちだと思う。だけど、だからこそ誰か一人って選べないよね。もう朝礼とかでいきなり暴露しちゃおうか。実は私、記憶がないんですって。無謀すぎかな。あ、でも君がたくさんシフトに入ってる理由が判明したのは良かったね。君はあのバイトのメンバーと何かの目的を持ってどこかに行こうとしてた。でさ、今日話題に出なかったけど、そのメンバーに一輝やケントは入ってないんじゃないかな。だって、トーマが自分のことを監督役って言ってたでしょ。監督役ってグループの中の年長者がやることが多いよね。だとすると、そのお出かけにトーマより年上の人間はいない。一輝やケント、ましてや店長は入ってないんだよ、多分だけどさ。ノワカ、ああ、sad。まあそこまで深く考えなくても、トーマたちが来た時の一輝の反応で予想はつくんだけど、珍しい組み合わせだってびっくりしてたもんね。お出かけのこと知ってたら驚かないよね。でもどこに何しに行くんだろう。考えてもわかんないや。もういい、あとはまた明日。まだお風呂にも夕ご飯にも早いし、テレビでも見てダラダラしようよ。天気予報を見て明日の天気が良かったら、バイトに行く前に布団を干しておこうか。ふかふかのお布団ってすごく。ん？これ何のニュース？ですので、今年の異常発生は気候との関連ははっきりしないとのことです。では、去年のように一部の地域だけではなく、広い範囲でホタルが見られるということですね。そうですね。夏の風物詩が全国各地で楽しめそうです。ですけど、異常発生した結果、生態系が狂う恐れはないんでしょうか？今年発生した個体は繁殖力が非常に弱いことが確認されていますので、特に影響はないそうです。そのあたりも不思議ですね。いずれその謎が解明されるんでしょうか？ではもう一度先ほどの映像をご覧ください。信濃駅周辺で撮られたホタルの映像です。Oh, fireflies. Next year. Next year, we just have to go see them together. あ、危なぁ。急にフラッと来るんだもん。倒れ込むとこだったよ。でも、うん、また一つ記憶が戻ったね。今喋ってたのって君でしょ？来年も見ようって言ってたけど、それってもしかしてホタルのことかな？だって今、テレビでその話してたでしょ？それを見て思い出したってことはそうじゃない？ Okay, so we're gonna go see fireflies with someone. 君は誰かとホタルを見る約束をしたんだ。でも、それって誰なんだろう？あ、ねえ、もしかして約束した相手ってトーマたちじゃないかな？だってほら、池、川、山とか言ってたし、それってホタルがいる環境だよね。よし、じゃあ明日それを誰かに確認してみよう。約束した誰かとホタルを見れば、君の記憶ももっと勢いよくドバーッと戻るかもしれない。トーマたちに的を絞って頑張るぞ。おう。
August 11th. って言ったはずなんだけどな。そういうわけだから、明日の夜一緒にホタル見に行こうよ。いきなり一気に誘われるし。ホタル見る約束したのってトーマたちじゃないの？一気なの？君明後日休みでしょ。だったら明日の夜はたくさん時間取れるよね。どう？僕と二人きりじゃないよ。ケンも一緒だから安心して。ケンは車出してもいいって言ってるから。一休、店長が呼んでいる。来月のシフトで確認したいことがあるそうだ。事務室に行ってくれ。店長が？話の途中だったのにな。まあいいや。それじゃあさっきの話考えといて。いい返事を期待してるよ。Oh, spelling mistake. Form you. Or typo, I guess. 一休の言うさっきの話とは、ホタル狩りの件だな。相変わらず遊びに関してはフットワークが軽い男だ。I mean, it's nice. 私が話を持ちかけられたのは、つい3分前のことだ。是も非もなく一緒に行こうと強引に勧誘された。そうなんだ。あれ、じゃあケントは約束の相手ってわけじゃないのかな。とはいえ、私も君にホタルを見せてやりたいとは思っていた。なので可能な限り協力はしよう。 Well, aren't you sweet? え、どっちなの？そういうわけだから、私も色良い返事を期待している。Oh. Form you again. では、じゃなくてさ、もっと語ろうよ。去年の約束の話とかしようよ。ケントを追求する暇もなくお客さんだ。はい、お帰りなさいませ、ご主人様。こんにちは。席空いてる？なんだ、右京か。この人すっかりこのお店の常連だね。彼は右京、このお店の常連客で、後の情報は知らないな。カメラマンらしいことはなんとなく分かってるんだけど、他は発言もわけわかんないの多いし、時々ブチギレるし、よくへこむし、そんな感じの不審人物だよ。性格的には悪い人じゃないけど、右京は信用したらダメだと思う。右京が自分で俺を信用しないでって言ってるからね。注文はキリマンジャロで。あと若さんいる？見たがってたの取れたから見せたいんだけど。これは右京殿、また当店にお越しいただけたのですな。いつもありがとうございます。若さん、こんにちは。ちょうど今若さんいないかなって話してたんです。ほう、私に何用ですか？写真ですよ。若さん、ホタルの写真見たがってませんでした？え、またホタル？昨日の夕方、河原で寝てたらなんかチカチカ光るなと思って目が覚めちゃって。なんでナチュラルに河原で寝てるの？それで起きて、そのチカチカをよく見たらホタルだったんです。驚きましたよ、こんな街中にホタルがいるなんて。去年と今年、2年連続でホタルが異常発生しているとの報道が連日なされております。そのせいではなかろうかと思いますが。そうなんだ。ニュースなんて見ないから知らなかったな。それって多分この世界だけのことなんだろうな。他では聞いたことないし。この世界？あ、いえ、独り言です。俺はずっと日本のホタルを撮ってみたかったんで、ホタルに気づいてとっさにシャッターを切りました。その写真がこれです。どうぞご覧になってください。これは
大きいのが蛍の光で、小さいのが星の光なんです。河原に寝転んだまま、夜空をバックに蛍を撮って、だから星の光と蛍の光が混ざってるんですよ。なんと見事な、素晴らしい一枚ですね。現実とは思えない光景だ。でもちゃんと現実ですよ。なんなら実際にご自分の目でご覧になってはいかがです？この河原、ここからすぐ近くなんで、行こうと思えば行けますよ。河原ですか。そうですね。ではお言葉に甘えて案内いただきたい。この光景はぜひこの目で見てみたいので、構いませんか？喜んで。俺はいつでもいいですから、そっちの都合に合わせますよ。ではしばしお待ちを。予定を確認してまいります。なんでみんなそんなに蛍を見たがってるの？なんか思い入れでもあるわけ？Oh, I mean, fireflies are pretty, but like, と、右京を放置してた。案内しなきゃね。We'll do this, like, work. うん、よろしく頼むね。This is nice. へえ、これホタルなんだ。すごいですね。星の光とホタルの光で一枚の絵みたいだ。これどういうアングルで撮ったらこうなるんですか？下から撮ってるんだ。河原に寝転んで上を見て、星空とホタルを仰ぎ見る形で。たまたま星が綺麗に出てる夜だったからいい絵になったんだ。運が良かったんだよ。とはいえ、同じ条件下で我々素人が写真を撮っても、こうも美しくは撮れないだろうな。遠い星と近い蛍と、どちらにピントを合わせるべきかもわからん。その他の技術も奥が深そうだ。そこは一応プロなので。でも最近のデジカメは性能がいいから、素人さんでもいい写真を撮れちゃうんだけど。これどこで撮ったんですか？こんなにたくさんホタルがいる場所はあったかな？すぐ近くの河原だとか、私も見たことはないが。範囲が広すぎてわからないな。河原のどのあたりか、もう少し詳しく教えてもらえないだろうか？だったら一緒に行こうよ。若さんも案内予定だったし、構いませんよね、若さん。であれば、明日の晩はいかがか。良い機会だ。当店の従業員全員を参集しましょう。どうであろうか、そこな3名。そうですね。ならその方がいいかな。せっかくだからね。私も構わんよ。あてもなくホタルを探すよりはこの方が確実だろう。じゃあ3人でのホタル探しは全員参加のホタル狩りにシフトチェンジだね。いいかな？君に確実にホタルを見せてあげたいから、3人で出かけるのはまた今度にしよう。明日は楽しみにしてるよ。一輝、キ君はリカ殿にも声をかけるとよかろう。彼女も当店の常連なのでな。ありがとうございます。それはリカも喜ぶでしょう。あ、そうだ。ねえ店長、ホタル狩りといえば浴衣ってイメージないですか？全員呼ぶならいっそ浴衣で集合ってどうかと思うんですが、女の子多いし華やかですよ。浴衣か。それも夏らしくて良いな。では浴衣着用で来るようにと皆に通達しよう。明晩5時、当店集合ということで、後ほどメールを。ちょっと待った。
Ukyo 殿? What's the matter with Ukyo? He's all upset now. I guess we'll find out what's wrong in the next episode. So I hope you guys enjoyed this one. If you want to see more videos from me, then don't forget to like, comment, and subscribe. Thanks for watching.